しようかな。ライザ、わかったよ。え、何？わかったんだよ、炭水化装置を直すのに必要な部品が。本当？どんなのか見せて。なんか変な形してるね。いくつもあるみたいだけど、こいつらがいくつか連結して組み合わさるんだ。そうすると元となる力さえあれば連動して動くはず。機械の仕組みはわからないけど、とにかくこれを作ればいいのね。うん、そうなんだけど、問題は材料だよ。やっぱり普通のじゃダメだと思うんだ。あれだけの大きさのものを動かすんだから、ちょっとやそっとじゃ壊れない丈夫なものじゃないと。僕は逆に調合のことがわからないし、材料の選別から含めてライザにお願いしたいな。どうだ、できそうか。任せてよ、形もわかってるし、なんとかしてみせましょう。早速採取に出かけないと。じゃあ私出かける準備をするね。レント君にも声をかけなきゃ。すっかりみな手慣れてきたようだ。ああ、頼もしいがなんだか寂しくもあるな。そろそろ私たちが教えることもなくなったか。ライザ、調合できたらあの地下の大部屋まで持ってきてね。全部で同じものが3つは必要だと思う。どうしようかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どこに行こうかな。よし、こんな壁にくっついた遺跡なんて本にもほとんど載ってないよ。これなら余裕だね。行くよ。行きます。ランジ、行くよ。やってみろ。行きます。そこだ。それそれ、この調子で頑張ろう。材料
のっていろいろあるんだね。知らなかった。何作っちゃおうかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだよ。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。どれにしようかな。これでどうだ。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れ、何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。どれがいいかな。これでいいかな。さあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。なんか上達してきた気がする。どこにし、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。やった、できた。できた。これならタオも納得できる強度があるはず。あとはこれを島の地下の大部屋まで持っていけばいいんだよね。どこに行くんだ。よし、何か新しいこと起こるかな。あのさ、ありがとうライザー。早速取り付けよう。うん、みんなタオを手伝うわよ。おう、って言っても俺は力仕事しかできねえけどな。私だってわからないよ。教えてもらいながらできることはやろう。いけるかな。もし失敗したらどうなるんだ。そんなのもう一回作り直すだけよ。大丈夫、ライザはちゃんとできる。私そういうの分かるんだ。ありがとうクラウディア。さてと、島を浮かべてる装置に影響が出ないよう、ほんの少しの力で動くかどうか確認しないと。音が消えちまったぞ。どう、タオ。うん、成功だ。ちゃんと動いて機能したみたいだ。あとは動力さえあれば炭水化装置は昔みたいに動くはずだよ。よっしゃ、よかったねライザ。うん、実は結構不安だったんだけど。おいおい、マジかよ。だってクリント王国の錬金術だよ。そういう超技術の塊みたいなの、私が作っちゃったんだね。
そうだよ、だから言ったじゃない、ライザならできるって。うん、本当にありがとう。でもこの修理が終わったってことは、一番難しい問題がとうとう来たのかな。ああ、動力だな。まずタオの監視のもと、私とお前で動いてる状態を確認しておくか。何を探すかから始めなきゃいけないからね。気長に構えてる場合じゃないのに、もどかしいな。魔石のように見えるけど、実際は全然違う。それだけしか感じられない。いくらお前が才能のある錬金術師でも、元となる知識が全くなければそんなものだ。だが今のうちに観察して、感覚で分かることだけでも掴んでおけば、異界での探索に役立つだろう。問題はフィルッサの動向だな。石膏の次が来たらいよいよ危ない。やれることをやれる限りやって、進んだ分だけ何かに近づいてるのかな。どこに行くのかね。よし、何作っちゃおうかな。ねえライザ、ちょっとみんなで外に出てみない？うん、いいけど。人工島とは思えない。それとも人工島がこれだけ綺麗なことに感動すべきなのかな。クラウディア、何か用があるわけじゃないのか。ないよ、ライザがあんまり休まないから連れ出しただけ。根を詰めるばかりじゃ潰れちゃうでしょ。確かにその通りだね。休まないと頭も働かないってのは忘れるくらい頑張ってたし。ありがとうね、クラウディア。どうも私、突っ走ると自分すら見えなくなるみたいでさ。それはみんな知ってるよ。タオ、あんた、お前たち揃ってたか。一緒に来てくれ。どうしたの二人とも、そんなに慌てて。入り江の門だ、フィルッサが這い出している。いよいよってやつか。やってやるぜ。どこに行く？よし、私たちが見た時と違って単独になっているな。監視だけ残してあとは引き上げたか。前にリラさんが言ってた石膏の次ってやつかな。そうかもしれん。だが今は。そうだな、まずはぶっ倒す。よし、
行くよ。どうする？そこだ。行くよ。そこだ。それ、うん、ライザーやってみろ。そこだ。それ、行くよ。ライザー一緒。それ、行きまりの雨だよ。次に行こう。よし、なんとかなったな。あの渇きの悪魔を倒しちゃったんだね、僕ら。リラ、どうだ？ああ、やはり間違いない。こいつは空読みだ。空読み、どういう意味なんですか？名前の通り空を読む。つまりその地の気象を鋭敏な感覚で観測する特別な種だ。それってつまり、こっちが歓喜になったことがフィルッサにバレたってことだよね。ああ、こっちに雨が当分降らないことを虫歯みの女王に知られてしまったんだ。つまりいよいよ来ちまうのか。どれくらいの時間で攻めてくるんですか？巨大な群れとして動くから今すぐというわけではないだろうが、もう猶予はない。そんな、一体どうすれば。まずはアトリエに戻って今後の作戦を考えよう。どこに行くんだ？大進行を止める方法はないの？ないだろうな。よりにもよって虫歯みの女王の支配地の近くで門が開いてしまった。やつら喜び勇んで殺到してくるだろうよ。門をぶっ壊すのはダメなんだよな。ああ、門に込められた莫大な力が解放されてとんでもない被害が出る。こっち側の遺跡を壊して門を水で囲うのは？一匹二匹ならともかく、大進行ともなれば多少の水は味方の死骸で埋めて乗り越えてくるだろう。門の封印は無理にでもできませんか？封印は繊細な作業だ。フィルフサがいつ群れをなして飛び出てくるかって状況ではとても無理だな。逆にどういうことならできるの？今すぐできることとなると、もし聖地の水が一瞬で元通りに戻ったなら、そこそこの足止めくらいにはなるかもしれん。それでもそこそこの足止め程度なんだ。すでに女王が群れを率いて救っちまったんだ。水が戻ってもその勢い自体は消せないだろう。その方法をとっても奴らが来る可能性は高くて、しかも島は歓喜の中で水を失う。もう一つの方法は、かつてクリント王国の連中がそうしたように息を潜めて島に引きこもることだ。大進行が何もかも飲み込んで
荒らし尽くすのを歓喜が終わるまで眺めてるってこと？でもこの地方の島以外の場所はあの古城や塔みたいになってしまうんですよね。歓喜の間中群れは広がってゆくだろうな。正直この場合どれほどの被害が出るかは見当もつかん。もう一つできることはないでもない。最も危険だが確実に大侵攻を防げる一手だ。教えて。我々の方から打って出て虫歯みの女王を倒す。そうすれば統率者を失ったフィルフサの群れは瓦解し大侵攻もついえる。お前ならそう言うだろうと思ったが、成功の確率を考えるだけ馬鹿らしい無謀な行為だ。でもそれが一番確実な方法なんだよね。俺は付き合うぜ。要するに俺たちが頑張りゃすっきり片付くんだろ。私もライザが行くのなら今がもらった勇気を返す時だと思う。当然提案者の私は行く。アンペル、お前も格好つけてないでさっさと言え。分かっている。だが誰かが慎重論を唱えなきゃいけないだろう。出なければ行きづらい奴が。僕も行くよ。何？しかし。しょうがないって付き合うわけじゃないよ。うまく言えないけど、やっぱり僕も行かなきゃ。やれやれ、余計な気を回しすぎたってことか。大人ってのはこういう時いまいち格好がつかんな。これで言い訳は終わりらしい。ライザ、思いのままにやれ。みんなありがとう。にしても虫歯みの女王の城に殴り込みか。やっぱり村の人たちには知らせないんですか？以前も言ったが、私たちの目的は門をはじめとするクリント王国の遺産を密かに封じることだ。また別の誰かが異界に触れる機会を増やすわけにはいかない。悪いが、これは私たちの前提だ。それに半端に喧伝して混乱を起こされると無用の被害も増えるだろう。せめて真実を知るボース少年に我々が出発した後それとなく街道の往来を止めてもらうことにしよう。なーに、要は俺たちが勝てばいいんだよ。気楽に言うな。でも本当にそうするしかない。そうでなきゃ僕らはって状況なんだよね。私たちの命がけの戦いは村の人たちの誰にも知られないまま始まって終わる。それでいいんだよ。この戦いはなんてことない当たり前のものを守る私たちだけの戦い。明日も普通にやってくるなんてことない一日のための戦いなんだよ。いい覚悟だ。じゃあこれからお前たちのそれをなんてことないものをもう一度見直してこい。その間に私たちが出発の準備をしておこう。うん、みんなそれじゃあ一旦解散ね。またここ。どこに行くのかね。
よし。あ、ようやく帰ってきた。またあちこちふらついてたのかい？たまには。まあいいじゃないか。魔物退治からこっち、ライザたちの悪口を言うやつもいなくなっただろ。評判じゃなくてあなたの手伝いのことよ。わざわざ言わなきゃ朝起きて足でいなくなるんだから。そうだね、今度もそんな感じでいなくなって。何か言ったかい、ライザ。ううん、どこに行っても帰ってくるよ、ちゃんとね。本当かね。お前の錬金術とやらですぐ連れ戻せる魔法の呼び鈴でも用意してほしいよ。そんなもの作ったらおちおち冒険もしてられないよ。どうしたんだい、急に人の顔ジロジロと。何か顔についてるかな。何でもないよ。この小さな屋根裏部屋でどうするどうしたいって話し合ってたのがずっと昔の出来事みたい。ここから始まってみんなとの世界が広がって、またここを守るために戦うか。うん、それもいいよね。ライザ、何やってるんだい、ちょっと手伝ってくれるかい。ああ、こんなとこまでいつも通りか。ちょっと、そうね。ちょっとちょっと、ありがとう。うんうん、あらあら、まあそうだな。よし、いいわね。まあ、そうだな。あ、レント。よう。どうしたの？やけにご機嫌だけど。ああ、ついに親父に勝利したのさ。決戦の前に幸先いいぜ。え、本当？ザムエルさんって守り手と同じかそれ以上に強いって噂なのに。そりゃどうかな、俺の見立てじゃアガーテ姉さんの方が強いと思うぜ。レントが言うならそうかもね。それで何？いつも見たく手を出してきたからよ。聞かねえそぶりで前に出たらビビって折れやがったのさ。実際もう痛くも痒くもなかったしな。今まで俺が負けてたのは俺自身の問題さ。吹っ切れたってこと？
まあな。親父の方が最近妙に距離取ってる理由も聞き出したぜ。ほんとバカらしい話だったよ。それは聞いていいの？もちろん。息子が跳ねっ返りの段階を超えて独り立ちしそうなのを察したからだとさ。レントの独り立ちを怖がってたってこと？ザムエルさんもああ見えて親の気持ちがあったんだね。あいつが何を思うが俺の知ったこっちゃないけどな。全部ん？何？ああ、いや、なんでもねえ。今は秘密だ。取り合わせ。何してるの？ライザか。いや、実は前から島の操作とかいろいろまとめたメモを作ってて、この際だからそれを渡してたんだ。そっか。そのメモがあったとしてボースにわかるの？いきなりのことでわかるわけがないだろう。時間をかけてじっくり読ませてもらうさ。あらら、あんまり首相だと拍子抜けしちゃうな。まあ私にも分かんないし偉そうには言えないか。そこは僕の長年にわたる研鑽の賜物だよ。と言っても実際読めるようになったのはアンペルさんたちが来てからだけどね。持ち歩いてるだけの。は？持ち歩いてるだけの飾りじゃなかったんだな。ああ、僕がこだわってきたものには意味があった。それが島のみんなを助けることにつながった。だからもう何も言うことはなしさ。そうか。ほんと昔みたいな眺め。ちょっと覗いて。どれが？鳥。
取引また来ます。ライザ、私今だからできることをしたいと思う。いいよ、私がいて助けになるんならいくらでも。でもね、自分では気づいてないかもしれないけど、いつも勇気を出してたのは私じゃなくてクラウディア自身なんだよ。だから今度も大丈夫。ライザ、うん、頑張るよ。急に何の用だね、二人とも。クラウ、それは。お父さん、隠しててごめんなさい。今まで何度も対象を離れてたのは、これを練習するためだったの。何？旅を始めた頃、これを吹くたびにお父さんが悲しい顔をするのが辛くて、それで。そんな顔を私が。練習はずっと続けてたんだ。いつかもっと上手くなれば喜んでもらえると思って。でもそのまま数年隠れて練習するばかりで、お父さんの前に立つ勇気が出せなかった。クラウディア、頑張れ。そんな時ライザたちに出会って聞いてもらって、私のこれが人の心を慰められるって知ったの。これならお父さんも笑顔にできるかもしれない、そう感じることができたの。だから。分かった、聞かせてくれ。フルートの演奏会は、数年おきに旅から帰る私と母さんとクラウのとても楽しい思い出だった。だから母さんのそばを離れ、私と旅に出たお前がフルートを吹く姿に私は思ってしまったのだろう。この子は母さんのもとに帰りたがっているのではないか。旅は私にいろんなものをくれたよ。綺麗な景色に、いろんな食べ物、知識に、体験に、友達も。それに私はお父さんの娘でもあるんだから、旅は大好き。一度母さんの元に帰ろうか。お前の素晴らしい上達ぶりを三人の演奏会で聞かせてあげよう。うん、クラウディア、よかったね。聞いたぞ、お前たちだけでフィルフサの本拠地に殴り込む。
それ以外の方法は本当にないのか。うん、ないみたい。だから私たちが行った後、万が一、そう、あくまで万が一のために、数日の間街道の往来を止めるようモリッツさんを説得してほしいの。わかった、約束する。ライザん、何？真実を他に漏らすことができないのなら、少しでも知っている奴を加えるべきじゃないのか。ありがとう。でもあんたはダメ。別に強い弱いの話じゃないよ。どういうことだ？その真実を知ってる人間がせめて一人は残ってないと、やっぱりまずいでしょ。さっきから気に食わないことばかり言うな。まるで帰ってくることができない奴の遺言だ。だって本当に無謀なんだもん。でもそれ以外の道は取れない。だったらどれだけ危険でも怖くてもその道を走るしかないじゃない。お前が湖に落ちたあの日。え？俺はレントやタオと一緒に引っ張れなかった。アガーテが後ろで見張ってると知ってたからだ。だからアガーテがいるはずの物陰に向かって走った。それが正しい方法だと俺は信じていたからだ。だが実際にアガーテを見つけるまでは本当に怖かった。それでも走り通してお前を助けられた。不安でも何でも正しいと思ったら全力で走れ。今度は残れと言われた俺が助けを待っててやる。なんで本当のこと言わなかったのさ。アガーテは父さんの言いつけで俺が危ない真似をしないかどうか見張らされてたんだ。俺はそれを知ってたからどうにも恥ずかしくて、あの時は言い訳よな。何よそれ。本当お互いなんてことない理由であんなに。でもいろいろありがとうボス。無様に惨敗しても心の広い俺は許してやる。ちゃんと帰ってくれば。だがな。おあいにく様、しっかり虫歯みの女王を倒して凱旋してみせるわよ。またね。ああ、またな。大したもんだよライザの錬金術は。指の感覚は怪我をする前と変わらない。完全に痛みはなくなったのか。なあ、これなら相手が虫歯みの女王だろうと存分に暴れられるだろう。そうか、もう治ったと言っていいんだな。ああ、どうしたリラ。アンペル、私たちオーレン族はお前たちに。いいや。本当か。ああ、周りの全てに裏切られ世をはかなんでいた私にお前は錬金術師としての生きがいをくれた。今度の戦いだって長く続くそれの一つに過ぎない。
お前が付き合ってくれる限りは続けるさ。そうか、なら、いい。ただいまーっと。今、戻りました。とりあえず、やれそうなことは全部やってきたよ。俺たちの準備は万端だぜ。アンペルさんとリラさんは？ああ、今終わった。行くか。まずは門だ。あの隠された入り江だね。